こんにちは。いつもありがとうございます。私どものヨガ教室ヨガアスーリアでも人気のパワーヨガプログラムなんですけれども、この夏に入ってからですね、案外気温の低い日も続いたりしていましたので、パワーヨガの他にリラックスヨガ、ベーシックヨガのクラスでもフロースタイルといいまして、呼吸と動作を流れるように連動させて行っていく、そういったものを取り入れています。その中でもですね、最近特に評判なフロースタイル動作ありますので、ちょっとそれを今日はご紹介したいと思います。アシュタンガヨガですとか、あるいはパワーヨガのベースとなります太陽礼拝という動きがあるんですけれども、この太陽礼拝の B パターンにプラス、そうですね、4つほどポーズを組み込んでいきまして、それらをすべて一呼吸、一動作で流していく形になります。それではやってみます。まずはヨガマット、前方4分の1ほどやや前の方に立っていただいて、しっかりと足を揃えて気をつけの形になります。両手は体側、目線は正面でスタートしましょう。まずは B パターンの始まりと同じです。息を吸って膝を曲げて手を上、ウトゥカタアーサナ、吐いて膝を伸ばして前屈、ウタナーサナ、吸って半分お背中はまっすぐになるところまで置きましょう。吐いて両手をしっかりつき、足を後ろプランクから低くなる。吸って上半身を起こしてアップドッグ、吐いてお尻を突き出しダウンドッグ、ここは一息分だけ伸びます。目線上げて両手の間、まず右足大きく吸ってウォーリアー、次、吐いて、お体を左へ開き、ウォーリア2、目線しっかりつけます。そして次、吸って、ウォーリア2、リバースポーズ。次は、吐いて、手の上下を入れ替えます。パルシュバコナーサナ。今度は、吸って、手を反対にし、パルブリッタ、パルシュバコナーサナ。次、吐いて、上の手マット、前の足を引いて、プランクからの流れで。吸って起きる、吐いてラウンド、ここも一息のみ、お顔を上げます、左足吸ってウォーリアー、吐いてお体を横へ開きウォーリアーズ、吸って倒すリバースポーズ、吐いて手を反対にしましょう、下の手マットパルシュバーコ、吸って両手入れ替えます、お体ひねってパルブリッタ、吐いて上の手をつき、前の足引くプランクから低くなって、吸って起きましょう、吐いてラウンドアップ、ここは3呼吸から5呼吸分しっかりキープします。目線は両足の間から後ろをご覧ください。お顔を上げて、目線両手の間、両足揃えてジャンプイン、吸って膝を伸ばす、吐いて前屈、吸って膝曲げて手を上、ウトゥカタアーサナ、吐いて膝を伸ばしてサマースティティヒ、以上になります。一つのクールというかワンセットですね。右足前のウォーリアーマン、左足の前のウォーリアーマンと続けてやっていくんですけれども、このワンセットほんの数分で終わります。でもこのほんの数分を1回やってもとっても動いた感があってリフレッシュできますし、また3回4回5回と繰り返していくと自然とですね、体の柔軟性が増してきます。そしてお腹にしっかりと意識がいくようになるので、軸がスーッと真ん中に整ってきます。
その後バランスポーズなどをやったりするととてもピタッと決まるんですよ。いろいろなシーンでぜひ活用してみてください。ありがとうございました。